現地時間7月14日に開催されたユーロ2024の決勝で、スペイン代表とイングランド代表がドイツのベルリンで対戦した。動画、17歳ヤマルが絶妙アシスト、N ウィリアムスの鮮やかな先制点、序盤から高いポゼッション率で主導権を握ったのは、3大会ぶり最多4度目の優勝を狙うスペインだ。 23分にはオルモからゴール前でパスを受けた17歳のヤマルが、ペナルティエリア内に侵入してシュートを放つも、ものにできない。悲願の欧州制覇を目指すイングランドは、CB のストーンズが果敢に持ち上がるなどし、チャンスをうかがう中、45分にベリンガムのボールダッシュからショートカウンターを発動。最後はケインが右足を振り抜くが、 ロドリのブロックに阻まれる。2大会連続で決勝を戦うイングランドはさらに、45プラス1分にゴール前で FK を獲得。ライスのクロスからフォデンがボレーシュートを放つも、GK ナイシモンに阻まれる。スコアレスで折り返すと、ハーフタイムにスペインが選手交代。ロドリの負傷を受け、 レアルソシエダでクボタケフサと共闘するスビメンディーを投入する。大黒柱を失う羽目になったが、スペインはアクシデントに屈せず、後半開始直後の47分に自慢の両翼の連携でついに先制点を奪う。右サイドからカットインしたヤマルのラストパスに、ファーで反応したニコイリアムスが利き足とは逆の左足で冷静に流し込んだ。 ビハインドを追ったイングランドは、61分に首相でエースのケインを下げ、オランダとの準決勝で決勝点を叩き込んだワトキンスを送り込む。さらに70分にはメーヌーに代わり、パーマーもピッチへ。すると、このサウスゲート監督の交代策がピタリと的中。73分にベリンガムの落としからパーマーが、 正確無比なコントロールショットで鮮やかにネットを揺らし、同点に追いつく。ただ、スペインは86分に再び勝ち越す。ククレジャの絶妙なアシストで、こちらも途中出場のオジャルサバルうまく流し込んだ。このままに対1でタイムアップ。スペインがファイナルにふさわしい激闘を制し、ユーロ連覇、10年ワールドカップを含めれば、 メジャー大会3連覇を果たした2012年以来の優勝を果たした。一方、イングランドは PK 戦の末にイタリアに敗れた3年前に続き、またしてもあと一歩で涙。得点王など個人では数々の名誉を手にしながら、チームタイトルとは無縁の権威は、なおも屈辱の無冠が続くこととなった。